フィールドキャスターをご覧の皆さん、どうもスキマスイッチです。ボーカルは下家です。鍵盤の時は新太郎です。いや新しい経験をさせてもらったなという感じで、あのやっぱり自分たちの楽曲をあの聞いてくださってるリスナーの皆さんとか、あの一般の方々が演奏してるっていうのと一緒に演奏するっていうのはなかなかそういうな機会はないので,で、すごくやっぱり嬉しかったですし。 ね、何よりみんなが音楽を楽しんでるっていう何かそれが伝わってきて音楽自分もやっててる身としししは非常になんか感動しましたね、はい、やっぱテクノロジーのすごさっていうのも感じたところでやっぱそれがあったからこそ今日セッションができたっていうのもありますしなんか結構。 あのそっちも感動しましまたねこの後またいろんな新しい音楽に関するテクノロジーの使い方がどんどん生まれてくるんだろうなっていうのもましたねいやまずはあ,のありがたいのでありがとうございますということとやっぱり僕があの音楽を習ってこなかったっていうのもあってでやっぱりヤマハさんと今日コラボさせていただきましたけどもそこを通じてということでおそらく習ってる方がたくさんいらっしゃると思うんですけどもやっぱ 続けていることのすごさっていうのもすごく僕は感じてますしなので辞、あのー、めないでほしいなっていうのもありますしこう演奏すする素晴らしししささとといいいう楽を味わい続けて欲しいなとも思いますね自分もその一生懸命なんでしょうね自分の夢に向かって走ってたなんか頃があってそれが今度は僕らの作った音楽を皆さんが演奏してくれるっていうね それがやっぱりすすすごく嬉しいことででねね、はい、そうですね20年本当に音楽こうやって続けてこられるとは思ってもみなかったのであの半分驚いているのとやっぱり何よりもこう皆さんが僕たちの作った音楽をこう受け取ってくださったりとかサポートしてくれたスタッフのみんなとかそういう皆さんに本当に感謝の気持ちでいっぱいですしあのここまで。 何でしょうね、10周年の時もあもう10周年かと思いましたけどでその中でいろんなことを経験させてもらいましたけど20年やってくると本当,にいろ本当にいろんな新しいことを経験させてもらったなっていう気持ちが強くてだから、まあ、これからまた音楽を続けていくことで何か新たな出会いとか僕らそのミュージシャン側もそうですけど新しいお客さんとの出会いとかそういうのもなんか楽しみに ですし、うん20年応援,応援してくださった方のためにも、やっぱこっから先も走っていきたいなと思いますね。もうやっぱり想像してない場所に来たので、もう1年1年楽しんでいくっていうのがまずありますので、まあ、それがこう重なってって20人到達してるなっていうところと、あのー、まあ、先輩とか知り合いとかで結構やっぱりずっとよく昔から風に言われてたのが。 やっぱり続けることの難しさっていうことをすごく皆さん本当におっしゃるのでっそこで20年続いてるっていうことのまあ本当感慨深いところっていうんですかねなんかそこも皆さんに続けさせてもらってるっていうのをよく皆さん感謝してるっていう話を先輩とかもされてましたけどやっぱここまで皆さんのおかげで続けさせてもらってるっていうのがあるんだなっていうのはやっぱり迎えてみてより強く思うことではありましたね。 今はもうあの自分たち主催のスキマフェスっていうのをやるんですけどもそれが本当に長年ずっと夢見ていた、えー、いつかスキマスイッチ主催っていう形でフェスをやりたいっていうのがあったのでだもうそれをまず成功させることがまず第一かな21年目の一番大きな挑戦かなと思いますね。はい、もうしし準備しっかりやな、ね、なきゃいけないけですしもう あのおそらく終わってもそわそわするんじゃないかぐらい今ずっと毎日そわそわしてるんですけどそれと同時にその時期にあの夏に発売するというふうにもう目打って今制作しているあのアルバムもオリジナルアルバムもありましてそのオリジナルアルバムの方もあのしっかり届けていきたいなっていうのもすごく強く思ってます。あのステージで,ですねあの46歳のの誕生日と ね、あのさいだ40代のうちに何かやっておきたいことってありますいやもう迷わず一択体を作っておきたい <laughs> あのもうね本当二2人僕も新太くもそうですけど <laughs> もう痩せたり太ったりもう本当にこの一番なんでしょうねあのよく言う体によくない。 健康に良くないあのね太っては無理な痩せ方してみたいなのが一番やっぱり体に良くないって聞くのでやっぱちょっとこう今がギリギリなんじゃないかと体この40代後半それから50代に向けてちょっとこうそれこそ歌い続けるための体とかあのそういう健康でいられるような体を作るっていうのが、まあ、とにかく一つ。 やらななきゃいけないけことですね、はい、具体的に何か心がけてることは最近はちょっとこう汗を流すように週に1回を12、まあ、回は汗を流すようにしてますけどうーんでもなかなかやっぱりこう思ったようにこう体重が落ちてこなかったりとかその体力もなくなっていることを感じるんですよね。 そうだからそれをちょ,っとちょっとずつ元に戻していってとにかく体が健康的にはいそれで見た目も良かったらきっとよりいいんだろうなと思いますけど <laughs> <laughs> はい。